私、河原の門でモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうも、ボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも、私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が。大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。てめえ、早く出せよ。いや。かっこつけてんじゃねえ。目障りだ。
やて？おもろいなぁ。ちょっと下がら。おい、てめえ。おお。おお。逃げやがった。
それがあんたの息子か。キリュウ、お前、いつからそこに。いい女だな、趣味のいいガキだ。まあ、悪かね。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやお久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ、完璧に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前西の河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、わかった。それじゃあまた。
俺の名前はポケサーファイター。
いや。何？ああ。Oi. ちょっとお前
お？ええ？ちょ。Mm-hmm.